はい、じゃあ70年代洋楽の曲の魅力って何でしょうか。まずやっぱりメロディーがいいってことですね。聞いて覚えやすい。で、まあそのみんなで歌えるようなメロディーですから、やっぱりフルートでも演奏はしやすいかなと思ってます。それから当時の録音っていうのはやっぱり生演奏なんですね。で、まあ、メインのバンド以外にもオーケストラを入れたりとかゲストを入れたりするんですけど、やっぱりちゃんと生演奏をしてるんですよ。で、カーペンターズだったら後ろにオーケストラがいたりとか、まあ、今回ないですけどビートルズとかだったらトランペットの奏者オーケストラを呼んだりとか、そういうのもありますね。まあ、当時からまあそのシンセサイザーとかありましたけど、今よりこう打ち込みで表現できてしまうんですけど、当時ちゃんと演奏していた、それで迫力があるっていうのはやっぱり魅力なんじゃないかなと思います。最近の曲の、まあ、J-POP とかとの違いってどういうところがありますか。やっぱり言葉が多いんですね。で、歌に乗せる言葉が多くなるとやっぱり音数が増えるんですよ。まあ、それだけちょっとリズムが細かくなってるっていうのがあって、で昔の曲、そのまあ70年とか80年、60年とか昔の曲は音数がちょっと少ないんですね。言葉がちょっと今よりも少ないんですよ。なんかそういう違いがあって、その聞きやすさとか覚えやすさとか、そういう違いはあるのかなと思います。フェスのかっこよく吹くコツを教えてもらえますか。はい、まずはリズムに乗って吹くっていうことが一番大事なんですね。ドラムだったりベースだったりピアノだったりをしっかり聴いてリズムに乗って吹く。それとあと、まあ、クラシックしかやってこなかった人にありがちなんですけど、歌い込みすぎないっていうのが大事ですね。ちょっとやってみます。イーサー電話スマホ、すごく歌い込んでみますね。すごく滑らかで美しいかもしれないんですけど、ちょっとこう雰囲気が違うんですね。で、これをもうちょっとこう軽く、もうちょっとまっすぐストレートに吹いてみましょう。と、これぐらいの方がドラムですとかピアノですとか乗った時にはすごいスッキリ聞こえて、非常にかっこよくスッと入ってくるので、それが非常にポップスとしたかっこよく聞こえますので、ちょっと気をつけて演奏してみてください。はい、じゃあここで、かっこよく聞かせる裏技コーナー。まあ、ポップスの譜面って、まあ、わりかしクラシックの譜面みたいに厳しくなくて適当なんですよ。で、自分なりに多少変えて演奏しても大丈夫です。で、簡単な装飾音符を入れてみましょう。メロディー、書いてあるメロディーの半音下から音を引っ掛けて演奏するってことをしてみましょう。そうすることで、非常に色気が出ます。例えばダンシングクイーンだったらこういうメロディーがありますけど、これに、最初ラシーソーラシーソーなんですけど、ラの音にちょっと半音下のソのシャープから音を引っ掛けてみます。これだけかなり色気が出る演奏になると思うんですよ。こんな感じですね。で、ただあんまり調子に乗ってやりすぎるとちょっと気持ち悪くなるので、適度に、やってみてください。